ザコーヒーショップ YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ザコーヒーショップロースターの萩原です。今日は2021年に発売した最新のドリッパーハリオ W60 についてレビューしていきたいと思います。こちらの W60 はですね、コーヒーの抽出器具世界的メーカーであるハリオから発売中のドリッパーで、2013年のワールドバリスタチャンピオンシップのチャンピオンのピート・リカタ氏が監修したということでも注目を集めております。この動画ではですね、この W60 の商品仕様についてや、使ってみての感想だったり、あとはザ・コーヒーショップのオリジナルレシピについてもご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。早速、開封していきたいと思います。こちらがその W60 ですね。言わずと知れた名機 V60 をアップデートしたような形のドリッパーになっております。樹脂製のメッシュフィルターと V60 に似たスパイラルリブがついたこちらのドリッパーがセットになっているような商品です。でこの商品の一番の特徴は、この樹脂メッシュとペーパーフィルターを両方使った抽出ができるということ、またこの樹脂メッシュのみの抽出、あるいはペーパーフィルターのみの抽出っていう、3通りの抽出方法ができるというのが、この商品の一番のポイントになっております。でこちらのメッシュフィルターはですね、この平底状の構造で目の細かいメッシュになっております。でこの平底状の構造というのにこだわりがあるそうで、浅煎りのコーヒー、特に浅煎りのコーヒーはですね、水分値が多くて、コーヒー豆が抽出の途中に沈殿してしまう傾向にあるそうなんですね。それをこう自由に動き回らせることができるので、豆全体にこうお湯が行き渡って抽出効率を上げることができるというふうな設計がされているそうです。こちらの V60 と比べるとですね、若干リブの形状が違うような気がしますが、基本的には同じような仕組みになってますね。 W の方がリブの本数が少なくてリブが高いような作りになってます。この微妙な差がどんな風に出るのかちょっと楽しみですね。ということで、こちらの W60 ですね、抽出効率がいい平底型のメッシュフィルターと、あとは微粉を取り除いてクリーンに抽出できるペーパーフィルター、この組み合わせで抽出することで理想的な抽出ができるというのが設計のコンセプトになっているみたいです。ということで、続いてはですね、早速入れていきたいと思うんですけれども、普段だったら説明書に記載のレシピで試すんですけれども、ちょっとそのレシピがですね、ちょっと不思議な変わり方をしていまして、全部で500ミリお湯を使うって書いてあって、で蒸らしで70ミリ使って、あとは100ミリずつ注げばいいっていうふうに書いてるんですけど、その計算で言うと30ミリ余るんですよね。ちょっとそれが解明できなかったので、今回ちょっといきなりなんですが、ザコーヒーショップでレシピを検証して作ったオリジナルのレシピでやっていきたいと思います。実際に抽出検証しながら探っていったレシピなので、皆さんにもぜひ試していただきたいと思っております。では早速抽出していきたいと思います。ということで、まずはこちらの W60 の最大の特徴であるメッシュフィルターとペーパーフィルター両方を使った、抽出をやっていきたいと思います。用意するものですね、まずコーヒー豆は、30g使用します。今回の抽出はですね、コーヒー豆は、ルワンダの、シンビというウォッシングステーションのものを使います。で引き目は中細引き、メーカーのレシピだと細引きから中細引き程度ってあるんですけど、今回は普段のペーパーフィルターよりもやや細かいぐらいの中細引きを用意しております。で豆量は、30g ですね。でお湯は全部で 500g 使います。浅入りですので、94度ぐらいのものを用意しています。深入り入れるときはもう少しお湯の温度下げた方が美味しく入ると思います。ブリューレシオはですね、1対 16.6 ですね、約1対16ぐらいですね。で細かいレシピは、注釈にずっと出しておきますので、そちらご参照いただいて、という感じでお願いします。ではちょっと実際に抽出進めていきたいと思います。まずはですね、こちらの V60 本体に、ペーパーフィルター、こちらは、V60 の、02サイズのフィルターですね、こちらセットして、湯通しをちょっとします。湯通しに使ったお湯を捨てましたら、メッシュフィルターをセットして、ここに、ひいた粉 30g ですね、中細引きの粉を量り入れます。
あとはお湯を注いでいきます。注釈欄にレシピずっと出しておきますので、そちら、見ながらぜひご覧ください。最初まず蒸らしですね。 70g お湯使います。70g お湯を注いだら蒸らしは40秒間ですね。40秒経ったら2投目注いでいきます。はい、2投目は40秒から15秒かけて 100ml、 100g のお湯を注いでいきます。3投目は1分5秒からまた 100g お湯を注いでいきます。4投目は1分30秒から90ミリ、 90g お湯を注いでいきます。全部で360までですね。5投目は1分50秒から今度はプラス 80g ですね。全部で440までお湯を注ぎます。最後6投目は2分10秒からプラスで 60g ですね。全部で 500g までお湯を注いでいきます。お湯を注ぎ終わったらあとは落ちきるまで待ちます。この上の平底型のドリッパーでコーヒーの味をしっかりと抽出して、下のペーパーフィルターで細かい微粉をキャッチしてくれるような、2段構えの抽出構造ですね。はい、今タイマーが3分10秒を過ぎたあたりで、上のメッシュフィルターからはほぼほぼ落ち終わってるんですけれども、下のペーパーフィルターの方にお湯がまだ残っているような状態になってます。でこのまま、ペーパーフィルターからお湯が落ちていくのを、しばらく待ちます。だいたい4分ぐらいまで待ってもらった方がいいと思います。それでも最後まで落ちきらなかった場合には4分ぐらいで途中で外してしまっていいと思います。最後の方は微粉がペーパーフィルターに詰まって本当に落ちるのが非常にゆっくりになってきてしまうので、そこは取り除いてしまっていいと思います。はい、今タイマーが4分15秒ぐらいまで来て、まだ落ちきってないんですが途中で外してしまいますね。はい、あとは出来上がりを軽くかき混ぜてもらえば完成です。出来上がり量はだいたい 440ml ぐらい出来上がると思います。2人分のマグカップなみなみ注げるぐらいの量はできると思います。じゃあ早速いただいてみたいと思います。すごい甘さが出てますね。甘くてクリーンって感じがすごい出てます。もともとこのルワンダのシンビコシングステーションのお豆は結構マンダリオレンジとかジューシーな果実味があるようなイメージだったんですけど、この抽出で入れるとですね、結構甘さが際立ってるようなイメージですね。ちょっとアップル系の酸もしっかり出てる、ちょっとやや控えめかな。 V60 で入れた時の方がもう少しブライトな感じが強かった気がしますが、今度W60 で入れた方が甘さとクリーンカップ、あと質感がすごいいいです。質感のちょっとフルボディな滑らかかつフルボディな感じがすごくよく出てると思います。ちょっとさすがに、落ちきってきたので、ちょっと最後にここの落ちき終わったところのを見ていただきたいんですけど、メッシュフィルターを外すと、V60 抽出し終わった後みたいになってるんですけど、こう微粉をペーパーフィルターがキャッチしてくれてる感じ分かりますかね。これによってすごくクリーンが良くなってるイメージですね。金属フィルターの特有のちょっとこう微粉が入ってしまうようなところをこのペーパーフィルターでキャッチしてくれてるようなイメージになってます。ということでメッシュフィルタープラスペーパーフィルターの抽出でした。すごくクリーンで甘く入ってて非常に美味しいと思います。はい、続いてはですね、3通りの抽出方法のうちの2番目ですね、メッシュフィルターのみを使った抽出も試していきたいと思います。はい、では続いてはですね、こちらのメッシュフィルターのみを使った抽出を試してみたいと思います。普段使っている金属フィルターよりも非常に目が細かいメッシュなので、その辺がどういうふうに出てくるか楽しみですね。はい、使用するコーヒー豆はさっきと同じですね、ルワンダのシンビを使います。豆量は今度は 20g 使用します。引き目はさっきと同じ中細引きですね。ペーパーフィルターよりもやや細かいぐらいの引き目になってます。でお湯は 330g で94度のお湯を使います。ブリューレシオは20対330で1対 16.5 なので、さっきと同じぐらいですね。
はい、の料理賞でやっていきます。まずは、ちょっと余熱をしていきます。下の、V60 と同じような形状の部分が陶器でできてますので、お湯をちょっと通してあげて、余熱をしていきます。はい、余熱に使ったお湯は捨てますね。じゃあここに、コーヒーの粉 20g 量り入れます。表面を慣らしたら、早速蒸らしから注いでいきます。蒸らしからいきなりですね、今回 100g お湯を注ぎます。蒸らしの時間は35秒間で、いきます。 100g お湯を使うんですが、全体に行き渡るようにゆっくり注いでいきましょう。注ぐスピードはだいたい15秒間ぐらいかけてゆっくり注いでいきます。35秒から、もうまた15秒ぐらいかけてもう 100g お湯を注いでいきます。合計で200までですね。3投目は1分5秒から 80g お湯を注ぎます。でここも、15秒間ぐらいかけてゆっくりお湯を注いでいくようなイメージです。最後4投目は1分35秒から 50g お湯を注ぎます。ここは10秒間ぐらいで、ここもただ比較的ゆっくりですね。合計で330までお湯を注ぎます。330までお湯を注いだら、あとはメッシュフィルターから落ちきるまで待ちます。だいたい2分半から3分の間ぐらいで落ちきってくれればいいと思います。はい、今ちょっと3分15秒ぐらいまで経っちゃったんですけど、だいたい落ちきりましたのでドリッパーを外します。もう少し引き目が荒くてもよかったかもしれないです。仕上がりの感じはやっぱりさっきペーパーフィルターでこうした時と比べると、いや若干こういい意味でこう濁りがあるイメージですかね。いただきます。さっきの抽出に比べると結構こう酸味の芯が通ってる感じというか、味の真ん中にこう酸の印象がちゃんと出てるようなイメージですね。あとはやっぱりペーパーフィルターをこしてない分、口当たりがよりボリュームが出るようなイメージがあります。オイルと微粉の影響だと思うんですけど、口当たりのボディ感、マウスフィールがさっきよりちょっと変わってくるようなイメージですね。メタルフィルターに比べると結構滑らかさが強いかもしれないです。いわゆるゴールドフィルターとかコーンフィルターだと、もう少しフレーバーとか酸がバキッとこう出るようなイメージがあるんですけど、その辺が割とマイルドな感じ。ペーパーフィルターとメタルフィルターの中間みたいな味わいのイメージかもしれないです。美味しい。さっきとはまた全然違って、これはこれですごく美味しく入ってますね。はい。はい、じゃあ最後続いてはですね、ペーパーフィルターのみの抽出も試してみたいと思います。はい、はい、最後はですね、こちらのメッシュフィルターを使わずに、こちらにペーパーフィルターだけを使って抽出してみたいと思います。最初に比べた通りですね、普通の V60 とちょっとリブの形状が若干違いますので、その辺がどういうサトナーで出てくるかがちょっと興味深いポイントではありますね。はい、で使用するコーヒー豆、さっきと同じルワンダのお豆で、コーヒーの粉は 20g ですね。今度は、ペーパーフィルターのみを使って抽出しますので、普通のペーパーフィルター用程度の中挽きに用意しております。でお湯もさっきのメッシュフィルターと同じ 330g で94度のお湯を使います。ですのでブリューメソッドも、1対 16.5 で、ほぼほぼ同じくらいで揃えております。はい、ということで早速抽出していきます。まずはペーパーフィルターをセットしまして、ペーパーリンスをやっていきます。この辺は普通の V60 と同じですね。でリンスが終わったら 20g 中挽きのコーヒーの粉を量り入れます。で表面を慣らしたら、お湯を注いでいきます。最初は蒸らしですね。 40g お湯を使って30秒間蒸らしていきます。では見てみたいと思います。はい、30秒経ったら2投目は 100g のお湯を15秒間かけて注いでいきます。3投目は0分55秒
からまた 100g のお湯を15秒間かけて注いでいきます。4投目は1分20秒からプラス 50g のお湯ですね。今度は10秒間ぐらいで注いでいきます。さっきよりもややペースが速いぐらいですね。最後5投目は1分40秒からまたプラス 40g 今度は最後注ぎます。はい、で合計で330お湯を注いだら、あとは落ち切るまで待ちます。だいたい2分半ぐらいで落ち切る目安になると思います。普段の V60 のレシピとそんなに変わらないという方も多いのではないでしょうか。前半に湯量をしっかり使って味をしっかり出していくようなイメージの抽出レシピですね。はい、ちょうど2分半ですね。ほぼほぼ落ち切りましたので外していきます。はい、完成です。じゃあいただきたいと思います。あんま変わらないかもV60 とそんなに大差ない気がします。若干すっきりしてるかなっていうイメージがありますね。最初にお見せした通り V60 とリブの形状が少し違うんですけど、リブの高さがちょっとあるんですね。その高さがある分でもしかするとペーパーとドリッパーの間に隙間が広く生まれたので、より落ちるスピードが速くなってるかもしれないですけど、あんまり変わらないかも。そんなに大きな差はないかもしれないです。逆に言うと普通の V60 と同じような使い方ができると言えると思います。ということで最後はペーパーフィルターの入れ方をご紹介していきました。で、3通りの入れ方をやってみたんですけれども、メッシュフィルタープラスペーパーフィルター、あとメッシュフィルターのみと、ペーパーフィルターのみですね。それぞれ味の違いは結構出てると思います。3つ飲み比べてみるとですね、リグのおすすめ的にもですね、一番最初にご紹介したメッシュフィルタープラスペーパーフィルターっていう入れ方、好みもあると思いますけど個人的には一番いいんじゃないかなと思います。甘さとクリーンが素晴らしいイメージですね。この3通りのやり方ができますので、好みによって変えてもらったりとか、あとは豆の種類によって変えてもらったりとか、いろんなレシピが試せるのが、すごく幅広く楽しめていいんじゃないかなというふうに思います。はい、続いてはですね、もう少し詳しくこの器具のメリット、あとはちょっと感じたデメリットについて、簡単にご紹介したいと思います。ということで、メリットデメリットなんですけれども、まずはメリットですね。なんといっても甘くてクリーンな味わいのコーヒーが抽出できるっていうところだと思います。このメッシュフィルターとペーパーフィルター両方使ったレシピだと、特にその特徴がすごくはっきり出ていて、いろんなコーヒー豆にフィットするような抽出ができるんじゃないかなと思います。あとはですね、このメッシュフィルターの目が細かいっていうのが結構やっぱポイントで、細引きから中引きないしは粗引きまでと、使用できる豆の引き目に幅が持たせられるっていうのはすごくいいポイントだなと思います。同じようにコーヒーオイルも抽出できるようなメタルフィルター、ゴールドフィルターだったりコーンフィルターとかだと、やっぱりですね、細引きの豆ってちょっと使いづらいんですよね。ただこのメッシュフィルターならば、メーカーも推奨している通り細引きから抽出ができますので、より幅広いレシピの幅が持たせられるんじゃないかなと思います。さらにはこのメッシュフィルターのみ、ペーパーフィルターのみっていう抽出方法もできるので、かなりこのいろんな入れ方をこう考えたり検証したりしたい方にはすごく向いている器具なんじゃないかなというふうに思います。あとはちょっとしたポイントでもありますが、このメッシュフィルター食洗機使います。食洗機が使います。これ結構普段使いする分にはそういう細かいポイントはいいんじゃないかなというふうに思いますね。続いてはデメリットですね。ちょっと使ってて気になった点なんですけれども、デメリットっていうほどのことでもないんですけど、ちょっとでかくて重いんですよね。陶器で作りがしっかりしているので、物としての存在感が結構良くも悪くもある。男性で、いろんなレシピをこう凝って楽しみたいという人にはすごく向いていると思うんですけど、女性にはちょっと正直扱いづらい部分もあるんじゃないかななんていうふうにちょっと思います、ね。あとは非常に細かい点ですけど、やっぱり説明書に書いてあるレシピがちょっと分かりづらかったので、その辺はもう少しこう活
わってくるといいのかななんていうふうに思ったりします。まあ、ぜひ今回の動画でご紹介したレシピですね、こちら試してみていただければどなたでも美味しく入れられるかなと思いますので、まあ、それがデメリットというほどでもないんですけど、まあ、ちょっと気になったポイントではありました。はい、まあ、デメリットとしてはそんなところです。全体としては非常に使いやすく美味しいコーヒーが入れられる器具だと思いましたので、まあ、非常におすすめできる器具なんじゃないかなと思います。スペシャルティーコーヒーならではの甘さとかアフターテイストとか質感というのもしっかり出てきましたので、まあ、今回浅煎りの豆で試しましたけど、深煎りのコーヒー豆にも向いているような抽出ができるんじゃないかなというふうに思います。で、今回のこの W60 ですね、取り急ぎザ・コーヒーショップでの取り扱いの予定はないんですけれども、W60 ドリッパーみたいな感じで検索してもらえたら誰でも手に入ると思いますので、気になった方はぜひチェックしてみてはいかがではないでしょうか。ということで、ご紹介 W60 のご紹介でございました。お相手はザ・コーヒーショップの萩原でした。ありがとうございました。